写真拡大。秋季高校野球25日秋季埼玉大会3回戦で花咲徳栄が武蔵越後瀬を8回コールド8対1で下して八強入りした。今月1日に左足首をひねり万全ではない状態。両翼99メートルの球場で流し打っての本塁打にもちょっと振り遅れて詰まったと満足した様子はなかった。武蔵越後瀬の泉妙監督は高校生であれをスタンドへとはと絶句。サッカー本家と甲子園を沸かせた右のスラッガーは成長一途だ。赤堀博之。